リベルーズ・アリス秀才のキリエ・レーソンの例、リベルーズ・アリスは、フランスのサンピエールド・ソレーム修道院の修道像によって編纂された、広く使用されている、グレゴリオ聖歌集。通常の書の意で、通常を定式書とも呼ばれる。はじめ、ソレーム修道院、修道院長、アンドレ・モッケローの手により、1896年に編纂された。 ソレーム修道院では、グレゴリオ聖歌の復興、研究が盛んで、すでに1889年にペイリアグロフィ、ムジカーレとして聖歌集が編纂されており、リベルズアリスはその後ろ身である。しかし、この頃のソレーム修道院の編纂は、各音符の音歌を同じとしてしまうなどの問題点もあった。ページ数は1900ページに上り、 ミサの通常文の成果の基本的なもののほとんどと、教会の祈りの成果や、教会歴の主な祭日のための成果などが収録される。また、洗礼や結婚式、葬儀、聖職受任式、幸福式などの特別の典礼のための成果も含まれる。序では、ネウマフの読み方や解釈が解説され、また、成果の検索に便利な創作員も付属する。 1962年から開かれた第2、バチカン公会議によって、天礼検証で天礼での現地語使用が認められ、また、同公会議で定められた、教会歴に基づくミサの儀式次第に内容が沿わなく、なったため、リベルーズ・アリスの使用は減少した。また、リベルーズ・アリス交換後のグレゴリオ成果研究によって、アダイアステマ寄付法には、不戦ネウマよりも多くのリズムやアーティキュレーションの、 情報が含まれていることが明らかになってきた。これらのことから、今日では、リベルーズアリスは過去の遺物とみなされるようになってきており、1974年間のグラデューレイローマン部などにその位置をとって変わられている。ただし、同行会議の天礼検証第116段落の中で、グレゴリオ聖歌は誇り高き位置を維持すべきとされ、修道院や一部の教会では、 グレゴリオ聖歌は依然として歌われており、また音楽的な観点から演奏を行っている団体も少なくない。典礼ではなく音楽的な観点からの演奏においては、リベルーズ・アリス収録の版や、リベルーズ・アリスが基づいている写本を元とすることも依然として広く行われている。リベルーズ・アリスはその欠点などを理由として、1964年に絶版となり、 1970年代から90年代にかけては入手が困難だったが20世紀末になって復刻された。現在はオンラインでも入手が可能である。ありがとうございます。